皆さんこんにちは、あかりんことしたあかりです。さあ今日はですね、久しぶりにバッグの中身紹介やっていきたいなと思います。まあこれはずっと持ち歩いてるよみたいな最近のバッグ事情をご紹介します。それでは今日も行きましょう。あかりんの女子力動画スタートです。ということで、最近よく使っているバッグから紹介したいと思うんですが、やっとねこれっていうのに出会えて、ちょっとこの前奮発して買っちゃったんですけど、結局私すごい荷物多いんですね。本当に友達とランチに行くとか数時間出るぐらいのバッグの中身だったら、もう財布と携帯と鍵とあれば別に何でもいいんですけど、お仕事行くとか一日外に出るってなると結構中身ちゃんと入れたくて、で大きいバッグをずっと探してて、ちょっと前までこのセリーヌのこのバッグ、あ、これちょっとちゃうんですけど、アンシェリオンのノベルティやけど、このバッグ使ってたのね。仕事の時は可愛いし気に入ってたんやけど、 iPad 入れるとセリーヌがこう見えちゃってかわいそうやなと思って、ちょっとこれはお出かけバッグにしようと思って、お仕事の時にね荷物置いた時に使うのをやめたんですよ。もう本当にたくさん荷物が入るバッグ欲しいなと思ってて、でも綺麗めの時もカジュアルの時も使えて、あんまり中身入れ替えなくても使えるものがいいなっていうのと、でこのセリーヌのバッグはこういう風にかけると結構肩がきつくて、ここが狭いからこういう風にしか持ってないのね。でこれ重たいから肩からかけたかってんけど、それができるバッグをずっと探してて、そしたらなんかディオールの新作じゃん、こんな形のバッグが登場してて、デザインはまあ可愛いなと思ってんけど、もう機能性で選んだんですけど、まずここのね肩紐がね調節できんのよ。ここでなんか短くもできるし、ここがねこういう風に閉じるようになってて、ちゃんとバッグのこの口もうこんな風にガバって開くし、この真ん中のここ外すと拡張もできて、こんな感じで広くも持てるのね。私まあなんか小物とか、あとちっちゃいバッグとか靴とかもディオール好きやから多いので、ブランドもちょっといろいろ持てるようになってくると、どんどんブランドが散らかってきて、なんか頭はセリーヌでバッグはディオールで足はプラダみたいなことがよく起きてしまうから、それはちょっとあれやなと思って、まあ、ディオールであると一番いいなと思ってたらいいのが見つかったので、最近これを買ってもう毎日ほとんどこれ使ってます、荷物の多い日は。ということで中身紹介していきたいなと思います。まずこういうねちっちゃいポーチみたいなのがついてて、でもこれマッチがないからほとんど何にも入んないんですけど、私はペンを入れてる。これはなんかいただき物のスワロフスキーのボールペン、一応なんかあった時のためにボールペン入れてて、でこんな感じでチャックついててバッグにこういう風につけれるんですけど、これにはね領収書入れてる。昨日ちょうど領収書整理したから全部抜いてんけど、基本的に買い物をした領収書を取っておかなきゃいけないので、領収書全部入れてます。1週間に1回ぐらい抜いてちゃんと整理するっていうのをしてるので、まあ、まず財布は変わらずセリーヌ使ってます。でも結構さ、なんかちょっとボロボロになってきて古くなってきちゃって、ディオールで可愛いお財布見つけたからそれ欲しいなーなんて思ってる。鍵、キーホルダー買いました。ずっとプラダ使っててんけど、これセリーヌにした。そうプラダのもなんか黒ずんでボロボロになってきてたから買い替えたいなーと思ってて、キーケースが本当はいいんですけど、大阪のお家と東京のお家と実家の鍵とっていう3つついてるので、キーケースだとちょっと入らなくてっていうのでキーホルダーにしてるんですけど、こんな感じ。これセリーヌ、これまあなんか彼とお揃いなんですけど、彼もメンズのセリーヌのこれついてて、今年のバレンタインにお揃いでプレゼントしました。自分が買い替えたかったからお揃いを当日に買い替えてやったぜ。あとは持ち物系で言うと、メイクポーチ、メイクポーチは急なグッズ感。こちらは東京リベンジャーズのあのグッズのポップアップがやってた時に買ったポーチなんですけど、これめちゃくちゃサイズ感よろしくてですね、まあ、こんな感じで持ち歩き系だけ入れてます。サクッと順番に紹介していくと、前髪用のマスカラ、これフィアンセのやつで、これね香りが好きでアホ毛対策とかのために必ず入れてる。であとサンデボーティエコンタクトっていう、コンタクトでもつけれるあの目の充血とかが気になる時に使う目薬、まあ、ハイライトを常に持っときたいので、ワンモアペンシルのスポットハイライトの04番、こういうとことかこういうとことかにハイライトしたい時に、もう大きいの持つの嫌だからスポットハイライト一応入れてんのと、あとまあまつげ下がってくるの嫌やからビューラーリリミを入れてます。ツヤプルは絶対一色入ってる。今入ってんのは気まぐれブラウン、あとムチリップも1本入ってる。絶対色持ちがいいから下に引いたりするようで、103番の新色の始まりピンク入れてます。あとワンモアも入れてる。ワンモアペンシルのこの限定の101番リップシェイプ、上に縁取るやつですね。そうやっぱね、写真とか盛るときにワンモアでここ書いてた方が絶対に盛れるから、この101番の今回の限定はマジで何のリップと合わせてもほんまに唇の色って感じの色に作ってるので、
ので何と合わせても合うから、いつもワンモアは入れてます。そう、今までは結構01番のピンク入れててんけど、この色出してからもうサンプルの時からずっとこのやつ入れてる。二重とかにアイシャドウが溜まってきたりとか、ちょっとこうよれてきたなって時に使うようで、ごまかしシャドウの02番。そう、最近好きなリップでスックのモイスチャーグレイズのリップスティックの10番。そう、今期スックから新しく出たリップの10番がめっちゃ可愛いんですよ。結構赤リップな気分なので最近10番お気に入りで入れてます。あともう絶対に今もうないと無理なのがチュルルングロス。これも今月発売の上からも下からも使える保湿ケアリップなんですけど、もうこれはずっと塗ってる。これないと無理っていうのと、あとパウダーは特になんかお直し用のパウダーはこだわりはないんですけど、よく入ってるのは RMK のシルクフィットセッティングパウダー。これ何がいいって鏡がついてるのと筆がついてるんですね。でまあこんな感じのパウダーでほぼ透明みたいな感じやねんけど、テカってきたとことかさって直すのに筆がついてるのはちょうどよくて使ってます。鏡大きいのも嬉しい。あとなんかあんま乾燥しない気がするな。で眉毛消えてくることが多いから、インウィのね4番かな、まあ、眉毛消えてきた時にスクリューと眉ペンあったらどうにかなるから、まあ、インウィ入れてる。あとは香水代わりにハーリップ2のこの香りが好きで、お家のディフューザーとかもこれなんですけど、このヌードパールのコロン、こういうタイプのやつなんでこんな感じで塗ったりするようで入れてたり、こういうケースに入ってて可愛いんですよ。あとハンドクリームもハーリップ2今使ってて、リッチハンドクリームのピンクスウェード、これめちゃくちゃいい匂いで、最近私ね結構ね自炊するんだけど、そうすると洗い物が増えたりとかですごいさ手がカサカサになったりとか、あと普段からあの段ボールの開封で結構もう事務所からすごいたくさんコスメ届いたりとか、あとまあ普段から通販でお買い物すること多いから、もうとにかく段ボールが毎日アホみたいに届くんですね。でその段ボール開封をしてると手がカサカサになってくるから絶対にハンドクリーム塗ってんねんけど、お家で塗る用は結構なんかケアがしっかりできるものとか、その後家事とかがしやすいものを選ぶことが多いねんけど、外で塗るときは香り重視で選ぶんですけど、このね香りがすごいいい香りで、先月か写真集のイベントたくさんやってて、あかりんすごいいい匂いしたとか後から言ってもらえたりとか、写メ会でこうハートした時に多分匂ったのかな、すごいハンドクリームめちゃくちゃいい匂いしたんですけど何使ってますかって聞かれたんですけど、ハーリップ2です。これ大阪東京福岡仙台徳島地方5カ所ぐらい回ったんですけど、そう毎回このハンドクリームつけてたから多分いい匂いがしたのはこれです。めちゃくちゃいい香りなのでぜひ使ってみて。あともう今欠かせないのが B アイドルのグロスシャワーミスト。ないとマジで無理やねんけど、限定やねんな。 R グレイの香りがするミストなんですけど、乾燥してきたなと思ったらとにかくこうやってかけんねんけど、これ自分で作っといてめっちゃいいなって思うのが、霧が細かいっていうのと、あとなんかオイルの柔らかさみたいなのがあって、すごいねつけ心地がめちゃくちゃいいし、乾燥から守ってくれるし、あの韓国行った時にやっぱこれめっちゃ作ってよかったなって思ったのが、韓国ほんと夜の市場が寒すぎて顔パリパリなってんけど、信号待ちの旅とか泊まった時にこれ振るようにしてたら結構ね保湿できたので、グロスシャワーミストは使った人はマジでないと無理って言ってくれるかも。欲しいっちゃ欲しいけど、まあ別にいらんかみたいな思うものやミストって自分の商品そんな風に言うとあかんけど、欲しいっちゃ欲しいけど他のもんにお金かけたいなみたいなとこあるじゃないですか。だから限定やけどまだちょっとねお店とか端っこの方に残ってたりとかするから、乾燥する人ぜひ使ってみてください。私は結構ないと無理って思うかも。であともう一個メイク直し用のポーチ持ってて、これはちっちゃいカバンの時も必ず入れてる。で生放送の時とかもスタジオに持って行ってるものやねんけど、なんかもう私の絶対セットみたいな感じで、この無印のロールオンフレグランススッキリブレンドってやつやねんけど、低気圧でちょっとこう頭が重いなとか、ちょっと集中力切れてきたなみたいな時とかに、こういうところにね塗るとね、ちょっとこう香りでスーッと気持ちが入れ替わって切り替えられるので、そうずっとナリンのやつ使っててんけど、あのこの無印のやつがサイズが小さくていいんですよね。なのでこれをね入れてる。あ、このポーチももうずっと使ってるけど、2年前ぐらいのお誕生日にスタイリストのマリさんがお誕生日プレゼントでくれたシャネルのポーチです。これとロート製薬の C キューブプレミアムクリアっていうやつ、ちょっとスーってするのでこう眠くなっちゃった時とかに使ったり、これはなんかファンの子からいただいた多分フランフランのティーネイルオイルのアップルベリーってやつで、ちょっとネイルオイルをちゃんと塗る習慣をつけようということで、こんな感じでいつも
CM の間とかご飯食べた後とかネイルオイル塗る習慣をつけていきたいなということで、ね、いろんなネイルオイルあるけどね、このファンの子にいただいたこのサイズ感がすごい使いやすいのと、あと香りがすごいいい香りなのでこれ使ってる。でリップも必ず1本入れてんねんけど、最近はねこれが多くて、フジコのノールックリップの01番キュンナローズ、もう本当に何も見ずサクッと塗り直しとケアができるので、これを写真とか撮る前とか鏡とかない場所ではこれを塗れるので必ず入れてます。天才これ。あとはあのちっちゃい鏡入れてんねんけど、これはねロージーローザンのそのまんまを映す鏡みたい、反射とかが少なくてもうマジでそのまんま正直に映してくれるみたいな鏡なので、まあ、サイズと薄さがすごい良くて、これの大きいの使っててんけどちっちゃいの出たからこれも買ってきてポーチに入れてる。あともう絶対に持ち歩いてるミンティア、すぐ眠くなっちゃったりとかご飯食べた後歯磨きできない時とかちょっと気持ち悪いんで必ずミンティア入れてます。続いてポーチ類、こちらなんか出てるけどこれね多分なんかスナイデルのバレンタインのコレクションのやつについてた巾着なんですけど、まあ、まずウェットティッシュ、これウェットティッシュやねんけど、プラザが作ってるオリジナルのやつで、なんか箱で30枚ぐらい入って売ってたんかなやねんけど、これ小さいサイズのウェットティッシュで、なんかこう手洗えない時とかにいいなと思って、薄いからかさばらないのでこれはいつも入れてるのと、あとまあビタミンのサプリ、なんかいろいろ飲んでんねんけど、この前までは病院で処方してもらったビタミン飲んでてんけど、今はちょっとオバジ飲んでみてます。これ味が美味しくて飲みやすい。あとまあバンドエイドと、あとあのお口クチュクチュ系のやつ、なんかいろんなやつ使ってるけど今はホワイトニングのやつ、歯磨きできない時とかにこれねいいよね。あと歯医者行ったらフロスがすごい大事だよって言われて、お家ではねフロスするんですけど、なんか出先とかもあんまりしないじゃないですか、本当にフロスちゃんとした方がいいって言われたので、お家だけじゃなくて出先でもできるんやったらした方がいいのかなと思って一応入れてるけど、これはねデンティスのやつフロスやけど、フロスってその間だけじゃなくてちゃんと歯周ポケットって言われるとこまでしっかりやらないといけないんですよって歯医者さんでこの前ね教えてもらって、正しい歯の磨き方を、そう教えてもらうねんけどさ、なんか忘れるよねっていうのでちょっと持ち歩こうと思ってデンティスのやつちょうどお家にあったので入れてるんですけど、でもさフロスしてるとこって人に見られたくないランキングで言うとまあ13位ぐらいじゃないだからちょっとあんま人前でしたくないけど、まあ、一応持ち歩いてるって感じ。ポケットティッシュと普段飲んでるお肌の薬とか入れてたりとか、美白系とかシミケア系ですね。そうなんかこの前皮膚科行った時にここのシミが気になるからレーザーしてもらおうかなと思って行ったんですけど、確かに奥にはいるねんけどまだちょっと薄くてレーザー反応しひんかもみたいな、でも絶対将来的には出てきちゃうから薬で治す方がいいかもって思って内服の薬で今直してるって感じ。ここにね昔からそばかすとシミがすごい出やすいの で日によって出方違うんですけど、今日はまあファンデーションで隠れてる程度やねんけど、将来のためにできることやっておこうということでお薬飲んでます。 あとカッコン糖、なんかね喉が朝起きてから怪しいからカッコン糖入れてって感じ。まあここはなんかお薬系とか歯のケア系とかそういう系入れてる。あとここにシュシュ入れてる、これはあのアンシェリオンのやつですね。こんな感じ、新作やねんけど、こっちがクシュクシュ系でこっちサテン系で、ここにロゴ入ってんねんけど、あのなんでこれかっていうと、なんかいろいろシュシュあんねんけど、この生地がやっぱり髪に一番負担がないからこれ入れてる。ご飯とか食べに行く時とかも私髪がスーパーロン毛なので、このロン毛がね邪魔になることが多いので、まあそれ用でゴムよりシュシュの方が髪の毛に負担少ないからシュシュ入れてる。あとねこれはですね、自分がブランドやってるアンシェリオンっていうアクセサリーブランドのポップアップ限定のノベルティーなんやけど、ちょっとめっちゃガチャガチャやねんけど、こんな感じでブワーってアクセサリー入れてて、新作系のピアスとかリングとかを入れておいて、でまあお仕事の時につけるので、衣装が今日何着るか分からへんかったりするから、まあ比較的合わせやすいものをバーって入れていって、で、あの衣装に合わせてこの中から新作から合うものを選んでお仕事の時はつけるって感じなので、これぐらいのポーチにね必ず入れていってます。お家からね今日はこれつけるって選んでいけたらいいねんけど、共演者さんとかと衣装の色が被ったりとか、そう隣の人と同じ色とかってなるとあんまりよろしくないから、スタイリストさんも普段3着くらい持ってきてくれてるから、まあその中から今日着るお洋服選んだりとかすんねんけど、何でも合わせられるように結構種類多めにアクセサリーは持ってってる。あとはお菓子、これはブドウ糖のお菓子でカルピス味のラムネ、これ美味しいね。集中力切れた時とかなんか頭回んないなみたいな時に、ほんまに効いてんか分からんけど、なんか二日酔いとかにもいいらしいよブドウ糖ってっていうので、このカルピス味のラムネ持ってます。あとこれ
これもこの前ディオールで買ったんですけど、フォンケースで、この色がなんか日本限定の新色らしくて、めっちゃ可愛くないですか？ベビーピンクみたいな色が可愛すぎて買ったんですけど、こんな感じでチェーンでこういう風にかけれるし、これでカバンにつけるとかもありみたいなんですけど、大きいカバンやからお財布とか探すのだけすごい大変で、カードケースだけね、こっちに入れてる。ディオールの中からセリーヌに、これは彼にもらったセリーヌのカードケースやねんけど、ここにカードとこの携帯をこうやって入れて常にかけてたりとか、あとまあ楽屋に貴重品置いときたくないなみたいな時とかはこれをマネージャーさんに預けたりっていう感じで、これねあるとね、ちっちゃいバッグ持ち運ばなくてもいいから、そう、このカバン使う時はこれ、このフォンケース持ち歩くことが多いで、ちなみに携帯はもうなんかシンプルにクリアケースにプロデュースしてるカラコンブランドメロットのシールを貼ってます。これさ、ニコさんっていうイラストレーターの方に書いていただいたんですけど、あのインスタ見てくれた方は知ってるかもしらんねんけど、 NMB の時、だから私がもう NMB 卒業する前にやろうとしてたアカリンフェスっていうのがねあったんですよ。でコロナで中止になっちゃったんだけど、そのアカリンフェスの時のグッズをもうあの会議が始まってたから考えてた時に、アイドルっぽいグッズじゃなくて女の子が普段から持ちやすいグッズ作りたいっていうので、ニコさんにお願いしてイラスト描いてもらって、オリジナルの私の絵とかなんかオリジナルのキャラクターが入ったグッズを考えてもらってて、もうそれも出す予定だったんやけど、結局そのコロナでアカリンフェスが中止になっちゃってできひんってなって、それは流れちゃったのね。でそっからグッズ出したかったなってずっと思ってて、その時の資料とかすごい大事に取っててんけど、たまたま今回そのカラコンの会社さんがみっこさんにお願いしようと思うんですけどどうですかって言ってくださって、3年半越しぐらいに、4年かも、そう4年越しぐらいね、またご一緒することになって、今回ねこんなに可愛いあの頃よりちょっと大人になったアカリンを描いていただきました。可愛くない？すごい気に入ってるからこれを貼ってます。あのステッカー欲しい方はあの概要欄に載せておくのでぜひチェックしてみてくださいっていう感じで、本ケース持ってたり、 あと歯ブラシ、これもデンティス、私もう10年以上これですね、デンティス。あとガジェット系でいくと iPad、 これは何や？コスメの方だと思うんですけど、でお買い物した時についてきたポーチやねんけど、これ iPad 入れんのにぴったしなんですよね。このまま入れてもいいねんけど、このまま入れるとね、こいつがどっかに行っちゃうんよ、この iPad のペンが。だからこれに入れてるって感じ。今日はなんかちょっと合間の時間でしっかりお仕事したいなっていう時はこっちのケース持ってんねんけど、もうちょっと軽いケースをつけてる時もあります。このキーボードがパソコンのやつみたいに動かしやすいのと、あとこのドラッグパッドがついてるっていうのが嬉しくて、これめっちゃ重たいねんけど、お仕事ちゃんとする時とかはこっちのドラッグパッド付きのやつ、 あのアップルの純正のものを使ってます。で私打ち合わせの時とかはあの打ち込み遅いから手書きの方が覚えれるから、ノートにこう iPad で GoodNote っていうアプリでこうやって書く方が多いんですけど、なんかアンケートとかの打ち込みとかちゃんとしたい時とかはこっち持ってる。だから仕事なら、その例えば新幹線乗る時とか、その今日合間でカフェ入って仕事しようっていう時とかの内容によってこのケースは変わるって感じやねんけど、最近はもうね移動時間とかお家でご飯作る時とかも全部その仕事しなくていい空き時間をずーっとワンピース見てて、やっと1000ね、今20何話まで行きました。そうでも彼に聞いたらまだ中盤って言ってたから、まだまだあるなーって言ってたから、まだまだ和の国やねんけど見てますよっていうことで、そうだから今ねもう iPad ないと生きていけないの私。ガジェット系で言うと、まあこれは必ず持ってるモバイルバッテリー、このアンカーのやつがね、もうなんかもう何年もずっと使ってるけど一番いいんよ、めっちゃ重いねんけど2回ぐらいは絶対充電できるから、このアンカーのやつ持ってるのと、あとこれ結構ね持ち歩きとかお家で使うのにおすすめやからちょっと紹介したくて入れといてんけど、スマホスタンドなんですけど、まあ、こんな感じでスマホ横向けにしたり、こんな感じで縦向けにしたりって感じでスマホを置けんねんけど、ここもね伸びたり縮んだりするし、カラーもたくさんあって、でこんな感じでコンパクトにしまえるんですよ。だからなんか仕事 iPad でなんかしながら携帯も見たい時とかにも置けるし、あとまあ iPad 持ってない時とか YouTube 見たいなっていう時とかもこれで置けるし、ちょっと重たいんやけどでも結構しっかりしてて、なんかいろんなスマホスタンド他にも買ったやつあんねんけど、これが一番使いやすくて使ってます。持ち歩き用とお家用でもう一個ずつしようかなって思ってたりするくらいおすすめ。これ Amazon で買いました、このメーカーのやつです。あとは AirPods Pro、まあ必ず持ってます。なんかケースとか入れたいねんけど結局何も裸で持っちゃってる。他のやつ全部ポーチとかにしっかり入れるのにAirPods はポーチなし。あとこれはピーチジョンとワンピースの映画のコラボ、あの歌の映画のコラボのやつで、こっちは歌が載ってる。
まあ、充電器、そう、2倍速充電系のやつで、必ずタイプ C と iPhone の充電器持ってますと、あと旅行とか行く時も必ず持ってんけど、これはタイプ C をここにさせば、ここで Apple Watch 充電できるから、 Apple Watch の充電切れた時用にこれ持ってたりとか、マグセフ対応のやつ、今このケースマグセフ対応じゃないからあんまこうくっつかへんねんけど、そう、あ、くっつくわ、こんな感じでくっつけたらスマホリングっぽくもできるし、こういう風にあの立てても使えるみたいな、これはね Amazon で買ったんですけど、便利グッズみたいな感じで持ってたりします。最近は合間とかでショート動画撮れたらいいなということで、 DJI のこの Osmo ポケットの新しいのが出たので、これをね持ってます。持ち歩きこれだけでもいいんだけど、付属で付いてたバッテリーをこうやって挿すともっと長持ちするから、このバッテリーと本体とで、このバッテリーをつけたらこの下に三脚がつけれるんですよ。これだからなんかこういう風に置いても取れるから、まあ、一応3点セットで持ってんねんけど、最近まあショート動画とかも流行ってるから、 Vlog になりそうな出来事があった時とかはこれいいなと思って持ち歩き用でこの DJI のやつ買って使ってます。そう、こんな感じで手ブレを補正してくれるし、あと縦の動画も横の動画もいけるのですごいいいんですよね。わかる？こんな感じでここに画面がついてて、縦もいけるし、この内カメもいけたりとか外カメもいけるし、すごい便利なんですよね。設定によってなんですけど、顔を捉えたらずっと追っかけてくれる設定があったりとかで、私この Osmo ポケットこれよりもう一個前のタイプのやつも持ってたけど、かなり画質が綺麗になってて、それがすごいいいなと思って買いました。 Vlog の時とかあの GoPro で撮ってんねんけど、いつもその GoPro がちょっとねやっぱどうしても画質が悪くて、韓国の Vlog とかもそうやねんけど、 GoPro ねちょっとなんか黄色っぽく暗く映するから嫌だなと思って、新しいカメラずっと見てたんですけど、この Osmo ポケットが良さそうだなと思ったので買ってみました。ただまだ何も撮れてないのでまたまあ Vlog とか撮ってみて、まあ何がいいのかちょっと決めていきたいなっていう感じです。なんかこうやって持ち歩いておくとね、もっといろんなことが動画に収められそうやから、なんか一応持っとこうと思って最近持ってるっていう感じで、あとはハンカチっていう感じで、すごいね、いろいろ持ち歩くから私、荷物がね、めちゃくちゃ多いの。これが入るバッグをずっと探してて、夏物は結構たくさん持ってるんですよ、この量が入るバッグ。冬物というか、こう、黒が欲しくて。前ね、めっちゃ大きいバレンシアガのバッグ持っててんけど、NMB 時代からずっと使っててんけど、ポロッポロになるまで使っちゃったから、その次になるものなんか欲しいなと思って、大人っぽい格好とかこうワンピースとかにも合うようなカジュアルなものじゃなくて、綺麗めな格好にも合うものってなると結構なかったから、すごい探すの難しかったんだけど、このディオールのやつが結構私的にビビッときたのでこれにしてみましたが、かなり気に入っておりますね。もっともっと年を重ねてもモテそうなデザインだから大事に使いたいなとは思うんだけど、もうなんせ荷物が多いからさ、使い始めてそんな経ってないのに結構なんか頑張ってくれてる感じがあるから、だからまああんまり傷がつかないように大事には持ちたいけど、結構ねやっぱ重いからここがちょっと心配だなっていうのはあるかな。綺麗めで大きいバッグって少ないんですよね。なんかすっごいロゴがドーンって入ってるような大きいバッグってたくさんあんねんけど、ロゴが入っちゃうと結構格好を選ぶじゃないですか。悩んでこれにしましたということで、まあカバンの中身皆さんいかがだったでしょうか。最近のカバンの中身はこんな感じです。そう、ちょっと前まで荷物を減らす努力をしてたんですけど、荷物を減らす努力をすると出先で本当に空き時間とかに何したらいいかわからへんし、ただただ携帯で無駄な時間を過ごしてしまうから、やっぱりお仕事できるようにで iPad 入れてたりとか、まあ、カメラ入れとくことによって空き時間でも何か生み出せるから、最近はちゃんと荷物たくさん持って行くようにしてます。でもそうすると私左でさバッグ持つ癖があるから、この前エステ行った時に左肩やばいねって言われたから、そういう時はちゃんと右でも持たないといけないなって思ったっていうお話です。全然話飛ぶねんけど、リュックにしようかなとかも思ってんけど、でもリュックって結構それこそお洋服選ぶじゃないですか。だからやめましたっていうどうでもいいお話ですが、まあ久しぶりにカバンの中身紹介でした。この動画良かったなと思った方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あと概要欄にさっきもいっぱい出てきたあのプロデュースしてる B アイドルだったり、カラコンメロットだったり、アクセサリーアンシリオンのあのリンク貼ってるので、よかった気になった商品あったらぜひそっから飛んでみてください。ということで今日の動画以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。あかりんことしたあかりでした。バイバイ。